では今一人ですごくリラックスしていますので、この間チューリップラジオお届けしたライブでまたやってみます。私どこどこ住む気なの、何も言えないけれども、あなたの気持ち感じるような気がする、信じたいの。私に恋人いても気にしてないと言ったよ。私の気持ち分かってほしい、こんなにそばにいて気づかないの。
ね、でもこれはね、私の自己満足の世界です。ね、これはね、あくまでね、歌は好きですよ。この曲は好きなんですけれども、これね、やっちゃったらダメですね。これ実行に移しちゃったら絶対ダメなので、本当に非現実的な感じで、歌の中だけで、楽しんでます。なので、安心してください。ちょっとお水飲ませていただきますね。はい、ではここからなんか喋ろうかな。浮気について喋ってみましょうかね。この曲にちなんで。この曲の場合だと、彼女が、彼がいるんですね、この女性は。彼がいるのに、他の男性に強く惹かれてしまっている。ね、こんな抱いて抱いてなんて連呼するぐらい、相当もうハマっちゃってますね。相当好きですよね、これもう。ねえ、あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとキンキン言うから、少し待ってね。はい、そう、相当ハマっちゃってると思うんですけれども、なのでね、これでも、ダメですね。保険かけてね、そう、今の彼をね、保険かけて、本当はこっちの方がもう好きな感じですね、これはね。なので、この歌の中のね、気持ちの中だけでとどめるのはいいけれども、こういう気持ちになっちゃってるんだったら、もうね、これ保険かけてないで、保険かけてそんな関係になっちゃったらね、もう、不貞になっちゃいますからね、結婚してないって言っても浮気になっちゃうから、もう今の彼と別れて、受け止めてもらえるかどうかわかんなくても、その今のこの抱いて抱いての彼に行くしかないですよね。じゃないとね、ダメですねって思っちゃうんですけれども、皆さんいかがでしょうかね。そう。で、なんかよくこれ女性側の気持ちですけれども、よく男性も浮気しない男の人いないとかっていう、なんか説もよく言われてるみたいですけれども、いや、浮気しない男性いると思いますね、私は。うちの父もそうですし、多分ね、王子も、そうだと思います。まあね、人間絶対ってことは言えないけれども、そのタイプだなと思ってますね。そう。なので、安心してるんですけれども、じゃあ私はどうかって言われたら、私もしないと思いますね。でもすごい好きになっちゃったらどうしようっていうことですよね。こんな風な気持ちになっちゃったら。ね、どうしようかなと。でも、私はですね、私はなんですけども、それは王子が私を大事にしてくれてるからですけれども、その前提条件があっての上かもしれないけれども、すごいいいなと思って惹かれたとしても、それはそれですね。それはそれとして、想像の中だけで楽しむ。で、想像の中とか、曲の中とかだけで楽しんで、でもやっぱり、王子を愛してるから、大事だから、一時的にそういう気持ちになったとしても、それよりも、王子を悲しませることの方が苦しいですね。やっぱり、悲しませなくないですよね。大事な人を、愛する人を悲しませたくない。その気持ちが愛ですよね。苦しめたくない。なのでね、すごい魅力的な男性が現れて強く惹かれたとしても、それで王子がね、泣いてるところとか想像したら絶対にいけないですね。それはね、やっぱそのことの方が、辛いし、王子を泣かせたくないから、大事だから、愛してるから、行かないです。だから、いいなと思っても、想像の中だけで楽しんだりとか、
まあね、それはそれっていう感じで割り切るっていう感じだと思います。でまあ、そういうまだこう気持ちにそこまでの なったことないから言えるのかもしれないけれども、私の見解としてはそういう感じですね。皆さんどうでしょうか ね、悲しませたくない、相手を悲しませたくないって思うのが愛ですね。ちょうどね、お時間がもう少しになったのでね、ちょうど良かったかなと思います。あと10分あるみたいですね。あと5分くらい話して終わろうかなそう、なので私はそんな感じでいいなと思ったとしても、それよりも王子を悲しませたくないので、絶対にそういう行動には移さないですね。自分のね、中で割り切って気持ちを、まあ、その想像で楽しむっていう感じがあったとしてもね、それとまた愛と違うから ね、 ね、やっぱ本当に大事なものを失わないようにしなきゃいけないのでね、やっぱ愛してるのもね、大事なのは王子なので、もしそうなったとしてもそういう風にすると思いますね。どうかな、みんなは。で、王子も多分そういう感じで、多分、まあ、一緒にね、生活してるから、やっぱりその、ときめきとかっていう意味ではね、どんどん落ち着いてくるしね、すごい、ね、いいなと。まあ、王子はなかなかないかも、本当に真面目なので、王子は。他の人にときめいたりとか、ないかもしれないんですけれども、ね、もし、あったとしても、王子は絶対に、多分私の想像ですけどもね、私をやっぱ悲しませるようなことはしないと信じてるし、多分それ以前に王子が王子を許せないだろうなって思います。そういう人なので、なんかそんなようなこと言ってました。その自分が自分を許せないって、そういうことをする自分を自分が許せないからできないしないって、言っててね、素敵だなと思いましたね。本当そうですよね。自分が自分を、そんな自分をいいと思えない、許せないから、でも私もそうかもしれないですね。なのでまあお互い、まあ二人とも結構そういう潔癖なところもあるし、まあいいかなと思って、まあこのままね、無事にそういった何事もね、なければいいなとは思って、まあ、私はこうすごく好奇心も旺盛ですし、まあ、王子の方が、私も真面目なんですけれども、王子の方がより真面目だと思うんですけれどもね、私は結構いろんなことに興味持ったりとか、ね、素敵だなと思ったり、ね、魅力的な人がいたらいいなとか思ったりとかするけど、まあ、でもさっき話したように、そうですね、それもあくまでそれとしてっていう感じで割り切れるっていうのかな、感じですね。やっぱり一番、根底の信頼とか愛とかをやっぱり大事にしたいし、相手を悲しませたくないっていうのがあるので、もしそういうふうなことがあったり、まあ、誘惑とかがあったりとかしても大丈夫だと思いますっていうのが、私のまあ浮気に関する、まあ、今のところ思ってる見解でした。皆さんいかがでしたでしょうか？なので、まあこういう曲を歌ったりとかして、時々自分の中で、スリルを楽しんでるだけなので、根は真面目なのでね、大丈夫なので、こんな曲歌っても、ね、ちょっとプリンセスちゃん、ね、大丈夫なんて心配しないでくださいね。大丈夫ですよ。はい、ありがとうございました。チューリップラジオでした。またね。